何があっても心配するな。あなたのための政治を作らせてほしいんですよ。あなたが幸せになるような社会を作りましょうよっています。生きていよかったっ思える社会を作りましょうよ。次に大石明子君。令和新選組大阪5区大石明子ですえ。まず岸田政権による今国会の予算案は異次元の少子化対策であると。でもその実異次元の売国鬼民 予算である。そのことをはっきりさせ、国民の皆さんに、このままではダメだと立ち上がっていただきたいと思い、質疑を行います。え、さて本日は、岸田総理の、機民政策の中でも、学校の先生の予算をまた減らそうとしている問題についてです。え、先日、二月六日、予算委員会で、長岡文科大臣に聞いたんですよ。教育現場で、異次元の 欠員が出ているんだと。それで体育の先生が英語を教えていると。そういう実態知ってますかって聞いたんですよ。そしたら文科大臣は知らなかったんですよ。岸田総理は ご存知ですかイエスかノーかでお答えください。内閣総理大臣、岸田文雄君。具体的な例について、えー、伺っておりません。はい。大石昭子君。はい、まあ、知らないでしょうね。今、教育現場では、欠員だらけになっていて、えー、パネル2のように、文科省も認識はしているんです。えー、文科省の調査で、2021年4月時点で、配置予定だった教員のうち、2558人が、欠員で、 確保できなかったと。で、まあ、実態はさらにひどい数字なんですね。というのも先ほど言ったように、体育の先生が英語を教えて、欠員の穴埋めをしたら、その欠員はカウントされないというルールなんで、え実際はこの2558よりも、欠員が多いんですけれども、この欠員を場当たり的にしのぐために、免許のない人に臨時免許を与え、そしてまたは欠員のまま、生徒が学校内で、 待機生徒になっています。教員は授業に追われ、過労死レベルの残業。でも残業代は出ない悪法、給特法のもとで働かされている。とにかく、とんでもないことになっているんですね。それで、この危機的な状況の時に、岸田総理は何をしてくれたかなんですが、パネル3を見てください。政府の予算案、先ほど2021年4月に2500人を超える、 欠員の話をしてました。その翌年度、2022年4月時点で、3302人の教員予算を削減しています。そして今回の予算案、えこの4月からですね、さらに2474人の教員予算を削減しようとしています。おかしくないですか欠員出てるのに、過労死レベルの残業実態なのに、教員予算を削減。 防衛費は4兆円増額しろと。アメリカや資本家に言われたら承知しましたって。すぐ増額をやろうとして。でも国会の国内の学校現場は放置、切り捨てなんですかこんなの機民ですよね。前の国会でも総理に言いました。資本家の犬になったらダメだって。あなたの飼い主は国民じゃないですかと。岸田総理、今回の予算案、我ながら無茶苦茶な予算案やったなと。政府予算案変えようと思いましたか イエスかノカでお答えください。内閣総理大臣岸田文雄君。えー、教教師、えー、はまあ学校教育の充実発展に欠かせない存在であり、必要なよ教育予算と教職員定数の確保など教育環境の改善と教育予算を増やすかどうか、計画的な育成採用は重要であると認識をしております。 教職員定数は法律に基づき、主に児童生徒数や学級数に応じて算定される仕組みであり、令和5年度は前年度よりも少子化により児童生徒数が減少しているために、子供の数に連動して教職員定数が減少しております。しかしその上で、この予算案においては、35人学級の 計画的な整備。えー、高れ年この技術制農家で答えてください。の推進等、これ必要な予算、これはあの計上しております。教職員の定数も計画的に改善をしております。えー、環境整備に、えー、国としても、えー、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。大石昭子君。必要な予算をつけていたらなぜ欠員が出るんですかだから認識レベル、危機感から違ってるんです。ダメなんです。予算変えて教員1.5倍ぐらいにしないといけない。 パネルの4。教員を1.5倍にするために必要な予算を積算しました。え約2兆1400億円です。小泉構造改革以来、地方は犠牲になり続けているのですから、これらは本来国がお金を出すべきです。合計2兆円程度。できるじゃないですか。国には通貨発行権がある。このまま防衛費4兆円増額して、で、教員定数は 予算削減する。それならも、岸田総理、一刻も早くやめてください。教員が欠員している最大の原因は、この国が教員を計画的に育成し、採用するという発想、そして仕組みをなくしたこと。その背景にあるのが、小泉構造改革によってもたらされた教育の市場原理の持ち込み。それが、どれだけ地方を破壊したか。例えば大阪、維新の教育行政は、 教育への市場原理の持ち込みそのものです。2018年、当時大阪市長だった吉村現知事は、子供の学力テストの結果が低かったら、教員の賃下げ、そして学校の補助金を減らすことまで、企てました。もうこれ逆や逆。何もわかってないんです。当時、現場や保護者の反対も強く、地方公務員法に抵触するとして、吉村氏は制度導入を断念しましたが、 似たような制度を入れています。えそして、地域の大切な学校、すごい勢いで廃校に追い込んでいます。これは最たる例ですが、全国で多かれ少なかれ、こんなことをやった結果が、取り返しのつかない異次元の欠員、教員の命の危機、地方の衰退、国を守るというなら、今すぐ国民にお金を使ってください。だいたい岸田総理は、国民を守るためのお金は使ってない。アメリカと資本家のために使ってるんですね。 防衛、防衛言ってますけども、国民守る、やってない、さっきの赤嶺さんの質疑でもそうでした、今回の予算委員会でも明らかにされています、敵基地攻撃能力は、日本に危害を加えていない国を日本が先制攻撃して、それへの反撃がなされる、新たに日本に危害を加えられる仕組みだと、国民を守らない政権はいりません、岸田総理、今すぐやめていただけますか内閣総理大臣、岸田文雄君。 えっと教員数の教、えー、教職員の定数について、市場原理に基づいてというお話がありましたが、これの、先ほど申し上げましたが、教職員の定数、これは計画的に改善を図るという取り組みを進めております。学の整備2005年に計画をやめたじゃないり、えー、いて 必要な予算これは計上しておりますぜひ、こうした児童数の状況もしっかり踏まえながら、教師をめぐる環境整備、しっかりと充実に取り組んでいきたいと考えています大石君実際に欠員が出ているのに、この状況ということは分かりました。引き続き真に国民を守るための積極財政を訴えていきます。終終わりまますい大石県の質問は終了たたしました 次回は明9日午前9時から委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。